なんとですね。素晴らしい。これは？どうだ。どうかな。よし。よし、聞いてください。やったー。Thank you.
どうしましょうか。なんだこれは。ありがとうございます。困ったわね。よろしく。賛成。どうすれば。それはいいね。
しましょう。すみません、ちょっといいですか？ああ、お嬢ちゃんはフリリンと戦隊どっちが好きだ？え、どっちも好きだけど、フリリンの方が好きかな。そうか、やっぱりフリリンだよな。俺も戦隊だと物足りねえんだ。それでフリリン好きのお嬢さん、俺に何か用か？モーターレイが故障した、修理を依頼したい。モーターレイね、確か生かした旅の乗り物だったよな。屋根のないな。あ、できるか。まあな、むしろこの星のどこを探しても俺よりこういうものに詳しいやつはいねえだろうな。でもな、あんた地球人だろう。俺があんたを助けたところで何の得になるんだ？ちょっと、こんな状況で交渉なんて。俺は地球の機械は好きなんだ。だがあんたも知っているだろう。日風港を訪れたリンド人が地球人をどう思っているか。あとな、今は飯の時間なんだ。わかるだろ？食事の時間に仕事はしたくない。まあ、じゃあこういうのはどうだ？何でもいいから料理を一皿作ってきな。あんたがもしこの星の食べ物を食べられるって言うんなら、モーターレイの修理をしてやってもいい。本当？実はマンガンの調子があんまり良くなくて、一休みした方がいいかもって思ってたんだ。それにいい機会だし、調査員さんにもアリンド星の食べ物を味わってほしいな。ホテルの1階の調理台を借りて料理を作ろうよ。今日は新しい友達を連れてきたの。あなたは地球から来たお客さんだね。ようこそ惑星アリンドへ。さて、ご注文は？私にできることなら何でも言ってね。調理台を借りたいんだけど、いい？もちろん、うちの調理台でよければ自由に使ってちょうだい。あと、これは再会を記念してのプレゼント、受け取って。地味で目立たない草なんだけど、食べ応えは抜群だよ。私たちはこの星の食材を使ったアリンド料理を食べることで体内の原質を補充していてね、原質が補充されれば体力の向上や原質活性化の増強、他にも様々なメリットがもたらされるんだよ。旅を続けていれば、いろいろな食材とレシピに出会えると思うから。地球から来たあなたにも、アリンド料理を気に入ってもらえたら嬉しいよ。あら、いけない。つい喋りすぎてしまったね。ごめんなさいね。調理台は自由に使っていいよ。オーナーさん、ありがとう。またいつでもいらしてね。さーて、アリンドの食べ物を好きになれるかな？地球から来た調査員さん。
よろしく。賛成。どうした？そんなにまずそうに見えるか？いや、ただよし、あんたのモーターレイは任せろ。約束だからの。とはいえ、地球の機械を修理するのはそう簡単じゃない。時間はかかるが、いいな。ああ、頼む。よし、一件落着。これからどうしようかな。今ここは穏やかに見えるかもしれないが、村の方は大変なことになってんだよ。おとなしかったはずのテヘレットが急に暴れ出して人を襲うようになってるんだ。だから念のためレイに会いに行って状況を確認した方がいい。彼女はこの村の責任者だからな。そういえば暴風に巻き込まれた時もテヘレットが満潮湖駅に侵入してきてたね。なんだって？駅長は無事かわかるか？私たち駅長さんに言われてここに来たから。私は最初からここに来るつもりだったけど。なるほどな。よし、わかった。駅長の紹介なら仕方ねえ。必ず。だからこっちは任せて、早くレイのところに行きな。きっと今は研究室にいるはずだ。Thank you.